4、臨床研究の公正性及び透明性の十分な確保、臨床研究の方は施策の動向への配慮、そして施策の策定が特許の権利方針として、1、研究計画の策定審査など、2、研究対象者に対する適切な説明など3、研究対象に従来の依頼書が生じた場合における責任、4、臨床研究の公正性及び透明性
基準に関する基準策定など、6、上記1対5の実行性の確保からの措置、7、安全確保と、発信関係者の連携協力、9、異常点空実態認識の確保、そして、学校の国の責任の正常の措置などの組織の整備、国が基本原理にのっとって施策を設定し、を実施する責任、政権構成上また私の措置など、基礎組織の整備ということで、一応この政府の方でも一応今のところ検討という方で法律は今、作って、まあ、だいぶ出来上がってきてるんですけど、まだ今国会提出へとはまだ、まあ、検討というところに入っていてまだ提出になっていないんですが、これで日だけ早く、優先順位を上げてもらうという意味でもこのプログラムをしっかり出していけば今国会内に出していただきたいというふうに思っていますし、またそのこういった内容についてもやっぱしっかりと詰めていかなければいけないと思っています。で今回そのようやく昨年末に国からの、検討会の報告書が出てますので、まあ、それをもとにこの法律も作りましたし、まあ、ぜひあのこれは政府の方でも国の方でも検討している内容ですので、まあ、ぜひこれをですね一日も早くこの法案を国会で提出したものを通していただきたいというふうに思っています。はい、以上です。こちらがですね、しっかりプラグインとしてしっかり作った上で、できれば政府のその実施法というその政府の中身の法律をしっかり出させていきたいと。特に今その優先順位が低いというところにありますので、まあ、こういった法律をしっかりと作ることによって、この政府の作っている法案もですね、しっかり出していくということができるようにというふうに考えています。で、もともとこちらもですね、中身のある法律を準備しているんですけれども、まあ、今回はとにかくまずは、そういう成分を出すようにということで、そのプログラムを今回、まあ、11人で出せるような予算の関連ではないものですから、とにかく今、一日も早くこの法律を成立させて、その上で、その成分を準備している法律もですね、こちらもしっかり作っているものもありますので、まあ、ぜひそういったものをこう、政府の考えているものよりもやっぱり広く、今回、範囲を取っていますので、まあ、ぜひそのできるだけ広い範囲の法律にしていきたいと思っています。非常に対象が政府の方が狭い可能性もありますし、まあ、内容的にもこちらが要求する内容に達しているのかどうかということもありますので、まあ、中身もしっかり見ていかなきゃいけないと思っています。そういう意味ではやっぱりこういった広い範囲でやっぱりしっかりと臨床研究の優勢化をしていくと、要するに臨床研究も広い、いろいろ種類が広い範囲がありますので、まあ、その範囲をですね、できるだけ広く取った法律ということで今回のプログラムを作っています。その政府の方よりもこちらの方がより基本的でこう広い、はい、広くカバーできるように政府の方 の, その法律ではその検討会 の, その結論ではその広告に使われるような臨床研究ですとか、あるいは侵襲性介入性が高い臨床研究に対して法律を、まあ、適用するというような書きぶりを出しますけども、こちらはそういうわけではなくてよりあまねくというより広くですね、できるだけカバーしていくということを考えております。なかなかいろいろなこの一連の不正をすべてこう網羅するものというのはまだできてないですので、まあ、できるだけそのいろんな不正が今起こってますので、そういったものをできるだけ広くこうちゃんとカバーできるようにというふうに思って広く作っています。
それで恐縮します。いつ提出されるって、これはもう維新、あの今日今12時半過ぎに提出をしてきました、うん、はい、それで維新単独で、はい、今回単独で、はい、提出しました。あの政党への呼びかけというのはどういう意味ですか。これからあの今日あの提出したということで、今日持っていくんですね。でもしあの一緒に乗っていただけるということであれば、まあ、これを取り下げて一緒に出すということを共同提案ということもできると思いますし、まあ、通り今日今回まずはあの提出までさせていただくということです。で担当会はね、これからあのできるだけ一緒にやりませんかということで、これから説明に上がろうと思っています。なんか反応とかそういうの全くまだ分かんないんです、ね、あのただあの、民主党も一応そのこの中のですね、8条ありますけど、民主憲法公正性及び公正確保を変えたのが一つということでについてはですね、関心があって、政府に対して準備されているとも聞いてますので、中身としてはあの一緒にやれるところがあると思います。与党、与党はですね、一応政府の方がこの法律については必要だと思っているところがありますので、まあ、今回その中身についてはもう政府の方に出そうとして検討というところまで来ている、あの今回提出まで行ったんですけども、一番下の方に今あの優先順位がありますので、まあ、それをできるだけ早くやるということで、まあ、ぜひあのこの法律をまず通していただければと思っています。特にあの参議院でこれも、まあ、議員立法でやっぱりぜひあの与党の議員法あると思いますので、そういったものはやっぱりしっかりあの議員立法を、できるようにということで、議員 の参議院としてやっぱりちゃんとそういった法案をやっぱり審議していくというのが大事なことであると思います。確保が手がなくてですね、先日議員の先生、はい、今回は提出はあの今回11名ですので、ギリギリ11名ですので、他の10人の賛同者になっていただくしかなかったので、あの今回は可能性で提出させていただきます。他の国ではですね、あの特にアメリカですとかヨーロッパではもう本当すでに整備されていて、まあ、日本だけはもう整備されていないということで大変遅れている状況にありますので、まあ、ぜひあのこの法律は一日も早くですね、これで、まあ、欧米って言葉も好きじゃないですけど、欧米並みにですね、ちゃんと法律をしっかり整備していく必要があるとずっと長年言われて続けていることですので、まあ、ぜひこれがこの機会をですね、しっかり作りたいと思っています。やっぱりずっと歴史的にはもう本当にもうあの戦後ぐらいからですね、ずっと問題になって、歴史的にあのこう日本としてやっぱりずっとこういったものをずっと、作れなかったことがやっぱり薬害の歴史にもつながってますし、やっぱり自分としてはこの法律を作ることで薬害をなくしていきたいという思いで、自分が議員になった一番の思いを自分が作りたかった法律でもありますので、ぜひこの法律はぜひ成立させたいというふうに思っています。はい、あのこう長い間こう議になられてから準備されてきたということなので、ちょっとこんな質問をすると失礼なのかもしれないですけども、ちょっとこの法案がですね、まあその政府が優先度低いとされているです、ね、法案ですね、そちらの方の、まあ、なんていうか、呼び水といったらあれですけども、こういうことで、政府さん頑張ってくださいよっていうようなことで、こう出てくると。で、その法案が出てきて、まあ、もし出てくればですけども、例えば、そうすれば、例えばこちらの法案は、例えば、ドラマのことで別でですけれども、あの人たちがきっちり議論されて、何か、まず、こうなれば、例えば、こっちは、それから別に場合によっては、まあ、全てのことが必要とか、それとも一応別だから、それもそうだし、これもきちんと、現実的にちょっとその、動画の方っていうものがちょっとこう、
その与党とかそういう野党での共同でなかなかいないのはちょっと難しいのかなっていうのはちょっとするんですけれども、そのちょっとどうかな。まあ、なかなかそのすぐ出てくる感じがしないので、まあ、だから今回はやっぱりこれをやっぱしっかり通しておくことで、ようやくまず緩みというかですね、やっぱりようやく政府の申しを緩んで安いんじゃないかと、要するに今、出そうとして準備されていることなんですけども、なかなかその優先順位が上がってきてないですので、まあ、ぜひこの法律によって、そういった政府の方で準備している法律もですね、しっかり議論のそれに残ることが大事だと思います。で、そうですね、やっぱりこう、まあ、中身についてはですね、やっぱりその法律がやっぱりまだ向こうも法案としてはまだ見てないですので何とも言えないんですが、やっぱりできるだけこう自分としては広い範囲でやっぱりしっかりこういったものを作らなければ意味がなくなってしまいますので、まあ、そういう意味ではやっぱり狭い範囲だけでちょっとやってしまって、結局実効性が伴わないということにならないようにですね、やっぱりしなきゃいけないと思ってますし、やっぱりそうですね、ここでしっかりやっておくことが、他の国に比べてですね、本当にこの日本の研究を進めていくのは不可欠だと思いますので、まあ、ぜひこれはぜひ法律として作っていく必要があると思っています。一応基本的な質問ですが、はい、ここでいう臨床研究っていうのは、はい、人に対する何らかの、この、まあ、実験が生まれるようなそういった研究、こういわゆるすべてというか全てではないです。治験は生まれないというのですか。治験はもうすでに法律としてあるので、今回は、全てってなるとですね、要するに人を対象とした臨床研究っていう時にですね、修正を伴わないものもありますし、それから、ね、要するに、すべてっていうとですね、介入研究に含まれてしまう。入ってますね。入っているので、要するに、観察の準備。観察も入ってます。あ、全てっていうと観察も入ってくるので、要するに、広く、今回はこれできるだけ広く入れたんですよね。だから本当その政府の方は多分そこの観察研究までは多分入らないと思うんです。で、そういう意味で、この法律と、政府の方で準備していることではちょっと範囲が違うんですけども、今回のは、全部入れてます。今回入れてます。ちょっと直前までそのこちらもそのこの、プログラム法じゃない法律も検討してましたので、はい、すみません、ちょっと、お願いします。対象については基本的には全ての臨床研究。そうです、今回はこの法律の範囲は全てにしたので、その、非常にそのどこまで入れるかっていうのはすごく悩むところで、非常にそれを実効性を持たせるためにそれはあると思うので、それから研究がしやすさとかですね、そういったことも関係してきますので、そこは本当によく、範囲については検討しなきゃいけないところだと思っています。政治と外交の問題も重要なんですけど、本当に政策の話が
ければと思います。よろしくお願いします。